橋君抱えたまんまずっとここまで走ってきたんだって。あんな小柄なのに。ああすごいよね、お母さんの子供守るパワーって。なんかすごいよね、うん、そうだな。入江先生すいません、また患者さんが。ったくすげえな今夜は。ことか、目を覚ました。本当だわ、この子ちゃん気がついたのね。お兄ちゃん、お兄ちゃん、この子ちゃん、この子ちゃん。カム落ち着いて、落ち着いて。私、この子ちゃん、あなた病院で倒れたのよ。お兄ちゃんが病院から運んできたんだ。それから今までずっと寝ていたのよ。心配したわ。よかった気がついて。ごめんなさい、私心配かけちゃって。まったくだ、お前ってやつは。心配かけやがって。よかったよかった、あいちゃん。ごめんなさいね、子供ちゃん。私たちのインフルエンザがうつったのよ。しかも病院も休めずに働いて、私たちの看病までして。ごめんなさいね、無理させちゃって。そんなことないですよお母さん、眠たせかもう全然平気ですし、今のうちに風邪薬飲んでおけば明日にはもうケロリだと思います。本当ことこちゃん。はい、大丈夫大丈夫。じゃあ、お水持ってきてあげるわね。はい、ありがとうございます。あ、お兄ちゃん、ほら、琴子ちゃんが。飲むな。え？まだ飲むな。入江くん、ごめんね、心配かけちゃ。でも、もう全然平気。あの時は、なんか、目の前が真っ白になっちゃって。琴子、前の生理いつだった？何その聞くの？そうよ、お兄ちゃん。お前、リーク妊娠してないか？憧れてたあなたからの複雑な